はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。今回はねもうラスト1ヶ月ということで、まあそろそろ当たんじゃねえのということでね、これだ、クコイン111連やりたいと思います。最大5000宝珠チャンス、これもう何回引いたでしょうかね。はい、これやりたいと思います。今でもね国取りですごいねコンとかねすごい今ムキムキになろうとしてるんで、これでねもうコンもトツも最強にしてね、ちょっと今グランドフィナーレとかまだやってないんですけど、多分私倒せないと思うのでね、もうバッキバキでやっていきたいと思います。一応ねコマミと冬にはもう貫突いけるかなっていうところで、なんかもうあんまりモチベーションも特になんかないかなっていう感じかなで結構ねその国取りのおかげで結構限界突破できるんだよね。なんで限界突破こんなにいるんだな、すごいな。なんかねとにかくすごいのよ、こんないちいち全部やってらんないって感じですけど、はい、突破、限界突破祭りですね。なので獅子王はちょっとあのなんだっけあのイベントのねやつからやっと使いました。不思議アップになったんでとかね、オビナニャンもいるし、もうなんかね500キズナね交換できるので国取りのやつでね、もう螺旋とかも、はい、もう螺旋とかもね最後5凸になった螺旋がいたらね難しい敵に倒せんじゃねえっていうね、そういうのもあるんで、はい、吹雪姫は4凸みたいな、本当に、あこれねちなみにサーバー1のメインアカウントの方ですね、美課金アカウントですね。はい、なので国取りの方は結構進んでますね。ウィスパーも4凸まで行ったんで、これもね打ち消し受けた時って全体混乱とか、まあほんと強い相手にいいんじゃないかな。これウサピョンはいいね、ウサピョン完凸しました。氷イベント来てくれたら最後なんだろう、次のイベントなんだろうね、はい、氷イベントウサピョン完凸、さっきねコマジロウもログインボーナスで完凸と、これも雷イベント来たら大活躍、ついに来たね、いろいろ来てるよ本当。ククリはサブアカの方が先に貫突しましたね、はい、という感じでもうねすごい貫突の嵐。まあとにかくねちょっとこのアカウントね、あのなんだっけ黒田官兵衛がこのアカウント落葉を落とせてないとね黒田官兵衛強くできないですけど、はい、もう一個のアカウントはね黒田官兵衛4凸までいってるんで、まあ、これはねこれは絆の方にしたいたいなと思ってますね。もうね、はい、はい、こんな感じで限界突破貫突も増えましたね。あそう、あと新しい妖怪といえばねシップソルカとか、そうなんか新しい出会いもねありながらっていう感じですかね。あれなんだっけ、あともう一個見せたかったのが、あそうだ限界突破ね、そう限界突破はもうすごいね、最後グランドフィナーレってこんな感じになるんだって感じなんですけど、転生のね5凸もかなり増えてきたんで、はい、コマジロウたちウェディングもなってね、うん、ウサピョンも今回なって、まあ、次のイベントねもうオロチ500でいけんだけども、次のイベントってオロチとウサピョンなんじゃねえのっていうねちょっと危険さはあるんですが、まあいっかーって感じだよね、もうしょうがないよね、うん、ここまで来ちゃったから、だから国取りで簡単にできるもんな。まあ、なるべくね、なんだっけ、本、あ、交流ポイントはね、ガシャ妖怪にね、してあげたいなと思ってます。まあ、ほんとね、鬼釜とか限界突破ね、5凸いったら強いんで、はい、この辺も楽しみにしたいと思ってます。さあ、ごめんなさい、行きましょう。まあ、一気に111連増しちゃいましょうね。皆さん、いくつ最高ですか？福コイン。お年玉コイン福もついでに10連ぐらい増しちゃう？これね、100なんだよね、確か。そう、5000だけど、100が出るって感じ？こっちは。
そう、赤が出て、最後やっぱ出るんじゃねえかってね。これはね、100、あ、これ50か。でもね、これ割とね、100が出る方なんですよ、こっちの。あれはね、まあ本来だったら来年のお正月にもらえるんですけど。まあいいや、行きましょう。こっちも一応中身はね、5、50、50ってことね。はい。111枚。108つの方が良かったかもしれないけど、まあいいや。今ね、アメミキサーでね、クコインゲットできることもあるんで、アメミキサーいいかもしれないですね。ドガン、まあ、この赤カップがまず来ないとねこれで、ね、オール5ってのも何回も経験してるんだよな。100すら3回ぐらいしか出たことないからね。ってことはさ、100はさ、1000回に1回ぐらいなんだよな。うん。0.1%。で、0.01%。で、0.0001% みたいなね。この黒カップはもう用ねえよっていうね。さあ行きましょう。ラスト1ヶ月なら出てくれよって感じだけどね。あ、そっか。月変わってからやった方がよかったかな。なんか安定してダメだね。あべ、戻しちゃった。さあ行きましょう。50すら出ない。お、赤が2個だ。こんなの初めて。100来い。50でした。でも赤株が2個、なんかちょっとやっぱ期待は少し持てるかもしれないですね。なんだろうね、2次カップになるのかな。5000の時なんか誰か言ってたんだよな、5000が出たって。なんか一時期さ、2年前ぐらいに話題になって、まあ、そっからなんか音沙汰は全くないんだけど。さあもうあっという間にあと50連になっちゃった。しょ、ダメなのか。宝珠今更増えてどうなるんだ。今3000超えたけどこの宝珠最後何に使うっていうの。赤カップすら来ないっていうの。さああと30連。考えろ。なんかあそこで一気にボポッと押しちゃうと、なんか一瞬なんか竜が金みたいに見えるんだけど、まあ違うんだよな。あ、赤カップだ。出てこいや。50ですね。でも50が3回目です。さあほぼラスト、最後1枚引きましょうかね。どうしようか。111連って言ってるけど、実は110連でしたっていうオチはあるんだが、まあ、最後1個引くか。いやー、ダメだったな、この野郎。まあ 0.1% ないんだろうな。 0.0001% ぐらいなのかな。自己主張のコインでした。はい、まあまあまあ、でも3400までね、ワイポイント回復、ワイポイントじゃねえ、宝珠回復しましたし。私そうだね、まだ万里の試練ね、めんどくさがって終わりにしたいんだよね。あと9あって、ハードもね、めんどくさがってね、全然やってないんだよねとっととやれよって感じなんで、これもね、ちょっとはい、やろうかなと思っております。まあちょっとね、ラスト1ヶ月28日でね、国取りもそういう意味だと今ね、最終決戦になって、今第2セッション来ててね、もうあと5週間ですか。はい、そんな感じになってきたんでね、泣いても笑っても今を入れてあと5セッションしかね、国取りもないので、まあ最後ね、黒田官兵衛監督にして、まあ強い妖怪ね、本当はぶっ飛ばしたいなっていう感じがあるんですけど、ちょっとねこのアカウントね、黒田官兵衛ダメなんだよ。だからなんか落葉をね、ぜひ支配して黒田官兵衛上げまくりたいな。このアカウント2凸なんだよね。そう、もう一個のサブアカの方はもうあとちょっとで5凸なのに、なかなか難しい。まずね、3凸から強いからね。はい、そんな感じで、落葉ね、次のセッションは落葉を支配できるように
そしてもう全部ごとつにして、まあドラクエみたいにね、レベル99にして、あのボスをぶっ倒すみたいな、なんかそんな感じで、はい、やっていきたいと思います。あと、ささやかにね、七遊の試練もね、貫突いかねえかなっつってね、やったりしてますね。これはショップ使えないんだよね、なんでね、はい。そんな感じですね。まあ、最悪最後はね、絆をね、一応ストックしてあるので、こいつらを全部絆にぶっかえて、最後やろうかなと思ってますし、群馬神もね、そんな感じかな。ね。はい、じゃあ、今回こんな感じしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、結構、最後ってこんな感じなんだね。すごい強化できて、なんかこの強化を持ってすげえ活躍したいのになと思いつつもどうしようもない。でもこいつらはイベント妖怪以外は全部ね交流ポイントに変えて最後ぶっ込もうと思ってますね。あとはレベル上げ追いつくかって感じがするけどね。はい、そんな感じですね。結構いい交流ポイントになると思うんだよね、これじゃね。はい、じゃあすいません。またお会いしましょう。さよなら。グランドフィナーレ、もうちょい待ってね。強くしたら、やりたいと思います。これね。